第11管区海上保安本部第11管区海上保安本部は沖縄県の区域及びその沿岸水域を管轄範囲とする海上保安庁の管区海上保安本部の一つである。略称は11管、英語表記は113ジョナルコースとガードヘッドクォーターズ。本部は沖縄県那覇市港町2の11の1の那覇港湾合同庁舎内にあり、 株組織の事務所などとして、海上保安部4カ所、海上保安所1カ所、航空基地2カ所、航路標識事務所1カ所を有する。第11管区海上保安本部を漢字で表記する際には縦書き、横書きに関係なく、関数字11で表記するのが正式である。海上保安庁の中で最大規模の管区であり、2015年度末時点の勢力は、 大型巡視船19隻、定員1722人。このうち尖閣領海警備専従部隊の定員は606人である。本管区は台風の常習地帯であり、しかも天候点となることから、迷走、停滞が多いため、艦内の高速法的要項では台風対策委員会を設置して、台風による海難防止に力を入れている。 また水深が浅い珊瑚礁を中心にウォータースポーツが盛んであることから、旋海域を含めて潮流観測を行っている。管内の海南船舶にプレジャーボートや漁船が多いことが特徴であり、重点的な巡回指導や安全講習会の開催などが行われている。本管区の漁業水域では外国漁船が多数操業していることから、巡視船、 航空機による監視取り締まりを実施している。また、薬物の死出し校である可能性が高い中国や模造拳銃などの死出し校である可能性が高いフィリピンに近く当初が多いという地理的環境のために重機薬物などの密輸中継地として悪用される外然性が高いことから地域住民や沖縄県警察、税関など 関係諸機関との協力体制を強化している。その一方で、日本と東南アジアを結ぶシーレーン航路が通っているため、沿海域の捜索救難のための航空機ファルコン2000やボンバル300を配備するなど、船舶の安全航行のための監視、海難救助にも力を入れている。また、石垣航空基地は沖縄県からヘリコプター救急を任されており、 八重山諸島における旧艦紛争も行っている。第十一艦区艦内には日本の姿政権下にありながら中国と台湾が領有権を主張する尖閣諸島があるため、第十一艦区は他艦区からの巡視船の応援を受けつつ、巡視船を常に尖閣諸島周辺海域に展開させてきた。しかし二0十二年九月の尖閣諸島国有化以 中国政府の交戦の徘徊や、領海侵入等の事案の頻度が増加し、応援に頼る従来の体制では、他管区を含めて負担が大きいと指摘されるようになっていた。2013年には、関区海上保安本部直轄であった那覇周辺や沖縄本島西部海域について、那覇海上保安部を新設し、その担当とさせ、管区海上保安本部はより、 尖閣警備に重点を置く体制となった。そして2013年1月15日に閣議決定された平成24年度補正予算で尖閣領海警備戦術体制が整備されることとなった。この計画ではヘリコプター1機搭載型巡視船、ハヤトを含めて2隻を連続回衛するほか平成24年度予算予備費及び同年度補正予算で 国が味方巡視船10隻を新規建造し、12隻で尖閣専従部隊を創設することとされた。またこの部隊では、複数クルー制度を導入、新造された国が味方巡視船のうち、平成24年度補正予算分6隻について8、クルーを充当することで、飛行から出航までのサイクルを短縮し、実質的には、部隊全体で14隻分に相当する稼働時間を、 確保することとなった。2016年2月24日、国が三潟巡視船の PL-89、アグニ及び PL-90、イゼナの収益をもって、尖閣領海警備専従体制が完成した。また、2016年10月に、宮古島海上保安省保安部に昇格させており、2018年度末までに下地型巡視船を同保安部管轄の、 イラブ島に旧石配備して、尖閣漁船対応体制を完成させ、2019年度末までに新型ジェットキファルコン2000リットル XS を3機配備して、尖閣24時間監視体制を完成させた。11艦本部所属な破海上法案部所属な後海上法案署所属なカグスク海上法案部所属石垣、 海上保安部所属宮古島海上保安部所属11巻は固定翼機7機、回転翼機7機を保有している。那覇海上保安部所属那覇航空基地所属石垣航空基地所属。ありがとうございます。